ダンヘンダーソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州、ダウニー出身。チームクエスト所属。元ストリックホース世界ライトヘビー級王者。元プライドミドル級王者。元プライドウェルター級王者。レスリング大国アメリカの代表として長く活躍したことから、プライドでのキャッチコピーは、ザ・アメリカンアスリート。 グレコローマンレスリングをバックボーンに持ち、組の強さを生かしたダーティーボクシングと H ボムと呼ばれる右のロングフックを得意とする。H ボムはガードが下がるリスクがあるが、当たれば一撃で相手を失神に追い込む絶大な破壊力を持つ。カリフォルニア州ダウニーで生まれ、アップルバレーで育つ5歳の時からレスリングを始める。ビクターバレー高校に進学した後、 カリフォルニア州レスリング選手権で二度メダルを獲得した。その後、カリフォルニア州立大学、フラトンコートアリゾナ州立大学でレスリングを続け、1993年には全米大学体育協会レスリング選手権に出場した。またグレコローマンレスリング選手としては、1991年、1993年、 1994年にサゼンド全米大学王者、1993年、1994年、1997年にサゼンド全米王者に輝き、オリンピックにも2度の出場を果たし、1992年のバルセロナオリンピックでは 82kg ム10位、1996年のアトランタオリンピックでは同級12位という成績を残す。しかし、 実生活では電気代が払えないほど貧窮し、生活費のために総合格闘技との二束のわらじを履く。2000年に開催されたシドニーオリンピックの出場を目指していたが、叶わなかったことで総合格闘技に完全転向した。1997年に総合格闘技のトレーニングをローチームで始め、同年にブラジルで開催された。 ブラジルオープンファイトという176ポンドでの4人制トーナメントで優勝した。1997年10月11日、アメリカ合衆国で開催されたグラップリング大会ザ・コンテンダーズでフランクシャムロックと対戦。開始後十6秒、アンクルホールドで1本負け。1998年5月15日、UFC17 で行われたミドル級トーナメントにおいて、 アランゴエス、カーロスニュートンに判定勝ちを収め優勝を果たした。リングス1999年10月28日、リングスコークトーナメントに参戦。予選 A ブロックで、ゴキテゼ・ワクウリ、金原博光に勝利。翌2000年2月26日、リングスコークトーナメント決勝ラウンドで、ギルバート・アイブル、アントニオ・ホドリゴのゲーラ、レナート・ババルとすべて判定勝ちし、 優勝を果たした。プライド2000年12月23日、プライド初参戦となった、プライド12でバンダレーシューバと対戦し、シューバをス寸前まで追い詰めるも、0から6の判定負け。2003年11月9日、プライドグランプリ2003決勝戦のミドル級、グランプリリザーブマッチで、ムリーロブスタマンチと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。 2005年4月23日、プライドグランプリ2005開幕戦のミドル級、グランプリ1回戦で、アントニオ・ホジェリオのゲーラと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本分け。2005年9月25日、プライド武士道、その9体のウェルター級、トーナメント1回戦で、長男・両と対戦し、小勝ち。準決勝で、郷野ノ・弘と対戦し、小勝ち。 2005年12月31日、プライド男祭り2005のウェルター級、トーナメント決勝戦で、ムリーロブスタマンチと再戦し、2から1の判定勝ちを収め優勝を果たした。2006年3月31日、初代プライドウェルター級王座に認定された。2006年8月26日、プライド武士道、その12体のシード参戦で挑んだウェルター級、 グランプリ2回戦で、三崎和夫と対戦し、0から3の判定負け。2007年2月24日、プライド33のミドル級タイトルマッチで、バンダレーシューバと再戦し、パウンドで TKO 価値を収め大座獲得に成功し、プライド史上初の2階級制覇となった。UFC2007 年5月26日の UFC71 に来場。 ライトヘビー級王者クイントン、ランページ・ジャクソンの持つ王座への挑戦を表明し、ジャクソンもこれを開拓。2007年9月8日、UFC75 でのライトヘビー級王座戦では、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗。この試合で UFC プライドのライトヘビー級王座が統一され、プライドミドル級王座は消滅した。従来のライトヘビー級から、 ミドル級へ階級を下げ、2008年3月1日の UFC82 で UFC 世界ミドル級王者のアンデウソン・シューバに挑戦し、ジョークスリーパーで一本負けを喫し王座獲得に失敗。この試合で UFC プライドのミドル級王座が統一され、プライドウェルター級王座は消滅した。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年9月6日、 UFC88 で、ホジマル・パリアーレスに判定勝ち、UFC17 以来、10年3ヶ月ぶりの UFC での勝利であった。2009年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン9にて、チーム US のコーチを務め、7月11日の UFC100 では、チーム UK のコーチであった、マイケル・ウィスピンと対戦。右フックでダウンを奪った。 直後の飛び込みながらのパウンドで小勝ちを収め、ノックアウトオブザナイトを受賞した。その後、UFC との契約交渉がまとまらず、2009年12月に、競合団体、ストリックホースと契約した。ストリックホース2010年4月17日、ストリックホース初参戦となったストリックホース、ナッシュビルで、ジェイクシールズの持つ、ストリックホース世界ミドル級王座に挑戦。 1R にはパンチでダウンを奪ったが 2R 以降は優位なポジションを取られ続け、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年12月4日、ストリックフォース、ヘンダーソン VS、ボブルで、レナート・ババルと再戦し、パウンドで小勝ちを収めた。2011年3月5日、ストリックフォース、フェイジョン VS、ヘンダーソンのストリックフォース世界ライトヘビー級、 タイトルマッチで王者ハファイルカバウカンチに挑戦し、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年7月30日、ストリックフォース、フェードは VS、ヘンダーソンでエメリア・エンコ・ヒョードルとヘビー級契約で対戦し、パウンドで TKO 勝ち。ヘビー級契約ながら前日計量では 94kg ほどで、ヒョードルとは約 7kg 差あった。 UFC 復帰2011年11月19日、2年4ヶ月ぶりの UFC 参戦となった UFC139 でマウリシオ将軍と対戦。5R にわたる大激戦を制止さんから例の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年9月1日に行われる予定であった UFC151 でジョン・ジョーンズとライト・ヘビー級タイトルマッチを行う。 予定であったが、ヘンダーソンの膝の負傷により欠場。結果的に UFC151 は大会自体が中止された。2013年2月23日、UFC157 でライトヘビー級ランキング2位の両と町田と対戦。この試合で勝てば、ジョン・ジョーンズとのタイトルマッチが約束されていたが、1から2の判定負け。2013年6月15日、 UFC161 で、ライトヘビー級ランキング6位のラシャド・エヴァンスと対戦。3試合連続となる、元王者との対戦となり、1から2の、判定負け。2013年11月9日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ヘンダーソンで、ビトウ・ベウフォートと対戦し、左ハイキックでキャリア初の小負けを喫した。二千十四年三月十三日、 UFC ファイトナイト、将軍 VS ヘンダーソン2でライトヘビー級ランキング7位のマウリシオ将軍と再戦し、パウンドで TKO 勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。2014年5月24日、UFC 173でライトヘビー級ランキング4位のダニエル・コーミエと対戦し、3R リアネキドチョークで一本負け。 2015年1月24日、ミドル級復帰初戦となった UFC オンフォックス14でミドル級ランキング8位のゲガールムサシと対戦し、TKO 負け。2015年6月6日、UFC ファイトナイト、ボチ VS、ヘンダーソンでミドル級ランキング13位のティム・ボッシュと対戦し、小勝ち。2015年11月7日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、 ヘンダーソン3でミドル級ランキング4位のビクトー・ベウフォートと再戦し、パウンドで小負け。2016年6月4日、UFC199 でミドル級ランキング14位のヘクター・ロンバードと対戦し、右肘打ちで小勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年10月8日、引退試合となった UFC204 の UFC 世界ミドル級。 タイトルマッチで王者のマイケル・ビスピンに挑戦。1R、2R にビスピンからダウンを奪うなど検討するも、5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ありがとうございます。